死に物が出たぞー。いや、いつの話やねん。いや、本当に出たのいつだと思ってんだよお前。クワッツが出たのが6月26日、約1ヶ月ほど経ってますね。もうシーズン変わるんですけど。いや、これには富士山の標高ぐらい深い理由があるんですよ。例えわかりづらいので標高じゃなくて水深とかで例えてもろて。まず一つ目は遊戯王。ガチャ10回ぐらいやってほしいカード1枚しか出なかったからジェムセッセと稼いでるんです。さすがに運なさすぎじゃないですか。マスターパック引いてるわけでもないのによ。霊夢さんの周りは運いいんですけどね。無課金500レベル以内にスパレジェ2つ、無課金47レベルとかでスパレジェ1つ始めたばっかり、少量の課金でスパレジェ1つ。もはや運吸われてるだろこれ。で、理由その2は最近話題のアペ大会を配信で見てるチームがあるところ。で、理由3これに関しては切り抜き見てるだけだからあれだけど、サウジアラビア大会で応援してるチームがあるところだね。これにより私には時間がないのですよ。いや、全部娯楽じゃねえか。というわけで皆さんこんにちは、霊夢です。マリサです。サトリです。今回は新モードのクワッツが出たのでそちらをプレイしていきたいと思います。熱あるなとはいえどんなモードなのかわからないのでまずはそこを把握するところからですね。1ヶ月前のモード知らないぜいで編集してるの意味不明だな。いや、撮ってるのは出て直近の時にやってるから本当に知らないのよ。正真正銘1試合目だし。つまりそんな試合を採用してるってことは、なんか勝てちゃった。いいプレイしたとかどころか勝っちゃいましたか。なんかこのチャンネル初戦だけは毎回強いな。全試合最強でいすー。まあでも使用よくわからんままぬるっと勝ったからもうちょいやって勉強してきますわ。はい、というわけであれから何戦かやってデータ取ってきました。データ取ったとかカッコつけて言ってますがただの体感です。まあこの動画ではクワッツ最強キャラを探そうと思うんですが、今回は最初にミラージュを使っていきます。どうデータ取ったらそうなるねん。いや、このモード弾の持てる数増えたりするだけであんまり使用自体はトリオと変わらないんだけど、やっぱり人数が一人多いだけでかなりごちゃつくのよ。だからそこにミラージュまで入れてもっとごちゃらせてやろうということよ。考え浅すぎるだろ。さて今回はごちゃらせるのが目的なのでパークはウルト短縮の方。まあどちらかといえば回復の方が強いと聞いたことがありますが、ランクでもないですし割と好みだと思うのでいいんじゃないですか。これでは特にぐらいある速持てば完璧よ。もうそこまで行ったらトロールなのでやめてください。あれだいぶ削られたからゴミウルトかと思ったけど騙されてるわ。はい、神ウルト。やっと水って神ウルトではない、普通に言ってゴミウルト。辛辣。やっべやっべ、アンチ入ったら待ち構えてるやついるわ。まあとりあえずこういう時はウルト使っとけばいいのよ。適当ですけど実際撃たれづらくなって索敵もできてるのがなんか悔しいですよね。悔しいとはなんだ悔しいとは。いや、でもこれ刺さってなくても溜まるの早すぎてすぐ使えるんよね。30秒はアビリティ感覚。なんならアビによってはウルトの方が短いっていう。あ、味方さん落ちちゃった。ただしミラージュがいるので蘇生通るんですね。これでか。ちょっと収縮始まっちゃったのでファイト諦めて移動ですね。空からデコイ落としとこ。意味ないスキルやめてください。ウルトじゃないだけマシでしょ。そこまで行ったらもはやトロールなんですけど。さて飛んでった瞬間空を舞うロボットが。あ、墜落した。しかもラストワンか。悲しいなぁ。え、ちょっと待って、なんか味方ジャンパで得ってない？絶対無理だと思ったけどノーダメだな。意外といけるのか。いや、無理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 。なんで味方ノーダメやねん。味方さんはジャンパが上手くて霊夢さんが下手なんじゃないですか。いや、いくら上手くてもノーダメはないだろ。あ、一体一体死ぬ死ぬ死ぬ。いや、なんでお前一瞬バッて巻いたねん。こうではただの操作ミスよ操作ミス。どう操作ミスしたらバッて出てくるねん。あー、なんかここ登れねえ。キャラコンバステーキ。あー、スキャン来ちゃったけどまあ起こせるやろ。ランクでもないし。適当だなー。あ、ちょっと待って、アークってきた。ハーナンなら刺さったんですけど。あー、もう絶対終わった絶対終わった。あ、いや、でもそのポータルは熱い。帰れそう。一人ではしゃいでるな。いや、コンマありがとうございます。起こしてもらって。蘇生キャラさん仕事してください。はいはい、仕事します。はい。おい、なんで毎回起こすタイミングでスキャン飛んでくるんだ。ふざけんな。とか言いながら普通に起こしてるのシンプル狂気ですけどね。うん、なんか敵近そうじゃね。わぁ、思ったよりも近い。うるさいな。やばい、いつものゾンのキャラコンの感覚でやると弾すら当たらん。いや、別にゾンの時も当たってないですけどね。よし、ウルト溜まったつうかを。溜まった瞬間使うとか初心者グラハのスキャンかよ。いやいや、さっきウルト使ったからこそまたデコイかと思って漁れるんですね。いや、味方が漁れてる時点で意味ないんですけど。しかもそれやるならアビでやるんだよな。いや、アバンテウルトと打ち合いたくねえ。打ち合いたくねえって言いながら自分から打ち合いに行ってるの矛盾してるんですけど。いや、あともう少しで赤アーマーなんですよ。51ダメプリーズ。本当にもうちょいでくさ。いや、でもこれ移動もきついなー。あ、そうで神ポータルです。あ、そのテルミも熱いって言って言って。まさかの3人ヒットしてますね。投げた人絶対気持ちいいって言ってるだろこれ。さあ、そして3人が燃えて遊んでる間にアキさんダウンしました。はい、蘇生班行きます。いや、燃えて遊ぶってどんなパワーワードやねん。いい、てとりあえず起こしたけどめちゃ撃たれてるな。おいおい、そんなデコイ撃っちゃって大丈夫かい。位置が丸見えだよ。唐突なチコトスおじさん構文。え、左から撃たれてるのは何だい。これ見えてんの。
それ今触れないマジですか。さて味方詰めてるのでついていきますか。なんか上にバンテージいたな、挟まれても困るし、こいつの相手するか。はい、79騙されちゃったねー。うざいなー。お、しかも味方が削ってくれて肉体系系系は、き、あれ待って、あいつどこ行った。それ見失うのは目ついてないだろ。あいたわいたわ、とりあえずシノンダウン。氷のスナイパー違いです。 SAO ファンに怒られろ。おいおい、2発で200入れたぞ私。スエその後に発外すのレイムさんって感じでいいですね。腹立つなこいつ。おい、そんなこと言ってる暇ないだろ、味方全員ダウンのお前激老だぞ。いやいや、こういう時こそ落ち着くんですよ。やってポータル入ってもうた。いや今のわかりつってただろ。一番落ち着くべき人がわかりましたね。発射性敵いる保険のウルト。なんでこれ許されてんねん。もはや一回ぶつかってましたもんね。焦ってスワップすらしてなかったからガチ危なかったわ。焦っててもスワップぐらいしてください。なんかモバリス出してるんですけど。通るわけないんだよな。よし、これでフルヘルス。いや、なんでモバリス振ってくるまで耐えれてるんですか。ぶっちゃけ私も諦めてやけくそで出したけど、本当にこれあるのか。いや、てかこれ敵関係なくアンチ大丈夫か。いや大丈夫、きっとそう信じてる。よし、私は死んだ。ただ私は四天王の中でも最弱。四天王最弱さんもう格殺まで入ってる人いますけど。本当にすみません、位置的に回収できなかったんです、許して。あ、でも私最弱じゃん。最弱にそんなに期待しないでもろて、マリちゃん。こいつ開き直りやがった。さあ蘇生した味方さんが出てきます。人数差がありキャッチ硬直まであります。いや、きっとジャンパのダメの味方なら勝ってくれる。ジャンパ関係ないです。引っ張り出してきたな。さあここでバリスティックさんがやられ 1v4 勝てるわけがない。あ、しかも逆に敵がジャンパ使ってるわ。終わった。お前のその謎のジャンパへのこだわりは何なんだ。そんな話してる中、アッチさんもダウン全滅にです。いや、あの蘇生と落ちたから実質チャンピオンです。実際あれ通るのはすごいですけど、実力とかではなく運です。いいや、ミラージュだったから通ったんですよね。あの場面に関しては関係ないです。ミラージュは刺さってないこともなかったが、トリオと同じで強いかと言われると微妙だな。まあ楽しいので OK です。さて尺がないので巻きでいきます。今回使うのはシェア。ウルトが範囲内の銃撃ってる敵が映るみたいな効果だから、人数多ければ多いほど強いです。撮影してる素敵にこの時は知りませんが、シンプルにトリオの競技にもいますしね。あとアビは普通に強し、ただパッシブはノラ向きではない。友達ください。さてまずいです。味方さん結構敵すぐ探しに行ったいっぽいけど、敵いないところ降りてたからよく漁るのかと思って、稲吹出るまでぶち拾ってなかった。その結果にはウィングマン玉なしと角間がなし、クラウラー60発。当たり方頭悪すぎる。まあとりあえずウルト出しとけば仕事したみたいなもん。あっやべ、敵いるのもちょい右奥だ。見てる側としては頭の中がハテナだらけ。せめてこの子に知ってるレースだけやろう。何第2倍ウィングマンとか使ったことねえよ。せっかく見やすいスキンなんですから外してください。しかも使ったことないわ、嘘だろ。はい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 、武器や弾がなくなって起こすことはできるんですよ、任せろ。なんか今回蘇生しかしてねえな。それだか。はい、なんか今ぐっさりナイフ刺されたので敵倒し行きます。はいはい、なるほど、近い敵はジグだけか。クラウラーは弾あるから全然戦えますよと。あ、あれどんな次にキル数多いのジグでしたよね。本当にそんな人のドームファイトでしたか。どうせ勝てると思って適当にやってました。はい、トロール祭りなんてなかった。目の前敵いるな。味方さんが倒してくれたんですから、なかったことにしないでください。あれに関しては本当に全体的にひどかった。いやいや、でもまだ初ドの1回だけよ。まだまだこれからよ。にしては隣に敵いるの気づかず横に並んで別の敵撃ってますけどね。いやいや、これにはマリアナ開口ぐらい深い理由があるんですよ。先輩の高尾さんと修正してるのは偉いですけど。いや本当に相手なんだよ相手。チーミングってことですか。見え張ってすぎませんでした。さてアンチ持ってるからさっさともうアンパもやっちゃいましょ。でも一石二鳥なのは敵側だぞ。うわ、剣持ってたら弾丸切って進めるんだけどな。キリトさん、まあとりあえず丸ぐれ投げてみるか。わー、気持ち265ったり割ったわ。いけ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 。全員割れてるっぽいので行くのは正しいと思いますが、これは何も考えず行ってますね。あれ敵いないんだけど、どこだ。どうやらすれ違いで敵さんは降りてたみたいですね。はい、周り見えてない。てかこれ舞台全滅してないよな。まあもうわかんねえからいいや。なんか今日いつにも増して適当ですね。うん、なんか撃たれてるな。あー、あそこいんのか。バンガもいないし入るの大変そうだな。さあそんな時に味方さんがエバック耐えてくれたので飛んでいきます。そのエバック落とされないか。大丈夫か。カジュアル系で落とされたことほぼないし、途中までスクリーンみたいなのあるから大丈夫っしょ。ハイット敵飛び越えて逆側からファイトしに行きます。ハイ63シアービー当てて逃げられないようにしようかな。あー、判断が遅い。煉獄さん、ウロコダチさんです。うまいうまい。アーマー差もあるし多少削ってる。今のうちにさっさと詰めちゃいましょ。領域展開無料封筒おんにょーん。何が無料で何を食おうとしてるんだよ。これ家中から行ったらいい感じに裏取れるんじゃない。来るとしてもローの引いてくるやつでしょ。 OKOK1 枚あった。なんか霊夢さんにしては考えてやってますね。いつも考えてやってます。とりまここは一旦冷静にバッてよ。あれこれもしかしてまずい。いやでも3人しか見えないかも。 2v2 か。とりあえず味方さん撃ってるやつ倒そうと思ったけど無理だったか。
なんならライフラさんも出そうしてましたね。ただ体力的にも勝てるんですよね。3人全員やっていくと、カッコ2分の3ロー。やべえな、スクールクラスターもマザーロードも来てる。うわあ、やばい、また。何やってるんですか？いやー、相変わらず H クライマー。お、でもシアビさん前に当たったのでかい。体勢立て直してる途中ってのも分かったし、アビ8秒使えない。ドームも切れてるし、結構敵さんパニックなんじゃないか？お前のエイムはパニックの人以上にひどいけどな。辛辣。ギリギリやりきれなくても味方がやってくれたから OK なんですよ。いや、あれぐらい一人でやれよ。連携大事なゲームで味方頼って何が悪い。いや、野良の場合は一人で全部やる勢いじゃないと厳しいですよ。え、ちょっと待って、おったん酒に入っていったんですけど、どうしようかな。これ私も一緒に行ったところで被害増えるだけな気もするんだよな。3年後シャボンディ諸島で、1年延期すな。あー、やっぱりダウンしちゃったか。ダウンしたのヒューズです。こっちもヤバいパターンなんだよね。うわー、こればって負けるか。いやー、負けたけどしんどいな。いや、負けてるやん。ゴージーデース。いや、でも今見えてるの2枚か。2枚なら全然あるなし、アービー当てて北に隠れて抜こうとしたんですけどね。ちょっと思ったより地面高かったわ。やばい、アスナスイッチ。ワットソンです。てか待って、そうか、ここ通れたのか。スプラで習った置きぐれして逃げましょう。最初からここ通れが良かったですね。おいおい、味方さんヤバそうだぞ、カバーしろよ。ちょっと待ってくださいよ、巻いてるんですって。ちょっと待って、めっちゃロー。これワンチャンやれないかな。うん、これ引かずに巻いてるな。いける気がする。行こう。気がするは不安が残りますが。いやー、これまだ巻いてるけど、さすがに巻き切られるな。ただまあ道は削れていいので問題ないですよと。スキャンスタな一人なの見てくるよ。見てくれ、投げとこ。これ当たったらマジででかいんだけどな。あ、早いっすね、グラハさん。ダメじゃねえか。いや、ガチでワトさん、ナイスカバー。これ私一位といい感じに頭出しで打てる。コンジットさん、ようぐれもなしで私に勝てるのかなって。よし、もう満足 GG。 いや、諦めないでください。いやー、ワトさん回復もないのか。あげはしたけど何もかも限界だな。やべえ、ドア半分ねー。めちゃくちゃ壊されててワロタ。いや、ワロタじゃないんですけど。うわ、ライフラやっときたいけど無理か。おー、先回りしようとしたらそこにもいるんだよね。ドアないし外出るしかない。あ、出た先にもいる場合無理っす。お前は完全に包囲されている。かっこ包囲されてる側のセリフ。まあまあ、かなり頑張ったし、ハンマーも取れたから OK よ。はい、っとじゃあおまけの実況もやっていきましょう。現在は第3収縮案違いで周りに敵うじゃうじゃいる状況ですね。絶対絶命じゃねえか。もうこれマジでヤバいわ。ワンチャンジップで行くしかねえ。うお、連続した。え、でもこれマジでいけるんじゃない？これいけるの強いな。早いし、ダメージカットだし。まあ、いろいろな強いところがないと競技であんなに採用されないですからね。うお、この武器ダブル抜きできんのか。そういえばエイペックスのダブル抜きの知識全くないな。いや、でも少なくてもチャーライは今できたんでね。スプラで4人抜き経験のある私に任せて死んでよう。かっこスプラ2の模様。過去の栄光すぎる。さて、あくまでおまけなのでかなりカットしました。待って、あいつガチワンなんだけど、ズレ投げてみよう。おっと、めっちゃ入った。これワンチャンこっちから挟めばチャンピオンあるんじゃね。そういえば言い忘れてましたが、味方1人抜けただけで全然クワッツです。え、それ結構重要なんですけど。とりあえず敵がいるところにズレ投げて、扉のところテルミで塞いでおきましょう。わあ、やばい、さっきからズレ刺さりすぎてる。残り2部隊勝ちで、これなんなら弾入レベルだぞ。マジ勝てる。なんならテルミでまだ燃えてるし、あとは PT で。なんでそこハイドしてるんだよ。爆発落ち久しぶりな気がしますね。